コムクドリは、スズメメムクドリ科に分類される鳥類の一種である。千島列島、サハリン南部、日本で繁殖し、冬季は、フィリピン、ボルネオ島北部などに渡りを行い越冬する。日本では、夏鳥として、北海道、本州北部で繁殖するが、渡りの時期は、本州中部以南の地域でも見られる。体長約19センチメートルでスズメより大きい。 オスは頭部から喉にかけてが淡いクリーム色で、頬から耳動かたにかけて目立つ茶色のブチがある。背中や肩羽、翼は黒色で、体の下部はややくすんだ感じの淡いクリーム色である。メスは頭部から胸にかけてが肺褐色で、頬に茶色のブチはない。死友ともくちばしと足は黒色である。平地から産地の 明るく明けた林に生息する。人里近くでも生息する。繁殖期には、つがいで生活するが、渡りの時は群れを作る。秋の渡りの方が、群れは大きい。少数の群れの時は、ムクドリの群れに混じっていることがよくある。植生は雑食性で、樹上で、昆虫類やクモを捕食したり、好みを採食する。主に軌道や、キツツキ類の古巣に映像するが、 人家の屋根の隙間、石垣等に映像したり、巣箱を利用したりもする。巣の中には、枯葉や落ち葉を敷く。散乱期は5から7月で、卵数は4から6個、放卵日数は8から11日、約14日で巣立ちを迎える。地鳴きは、キュルキュル、ギュルギュルなど。さえずりは、ちちち、ピーキルジョイジョイジョイなど、明るい声と濁った声を混ぜながら、早口で鳴く。 ありがとうございます。